踏みにじった全ての人のため、負けるわけにはいかない。ガレリウス、覚悟。漆黒の夜、これよ。勝利を積み重ねよう。ゼノイラ皇帝ガレリウス、お前の野望は崩壊した。ゼノイラ帝国は終わりだ。このガレリウス、敗して語る言葉は持たぬ。とどめを刺すがいい。同じ結末を迎えるとはな。嘘よ、そんな。イレニアと同じか。それよりも強い一角獣の力を感じる。アレイは返してもらうわ。お前にこの体を傷つけることはできまい。それに我を殺したところで、今度はお前が器になるだけのことだ。そして今や指輪も我が手にある。なんと、なんということだ。悟ったか。ジョセフ様、諦めてはいけません。もはや何人たりともこのガレリウスを止めることはできんのだ。ジョセフ様、もう終わりだ。間もなく術が発動する。お前は我がゼノイラの民の拠り代にしてやろう。ガレリウス、私はあなたには負けません。アレインもあなたには負けないわ。諦めろ、もう終わりだ。この光は指輪か。なぜ指輪にこれほどの力が。まだ消えていない。そこにいるのね。あなたならガレリウスを倒せるわ。体が動かぬ。アレイン、
手なのだから。これしきの力。アレイン殿下、ここにおられましたか。間もなく戴冠式です。ジョセフ、ゼノイラ帝国を倒し、願いは果たされた。王位を取り戻すと指輪に誓い、これまで戦ってきたが、俺は王としてコルニアを良い方向に導けるだろうか。解放軍は最初騎士ばかりではない、傭兵や民間人の寄せ集めの軍隊でした。殿下はそんな彼らを見事に導き、ついにはガレリウス討伐を成し遂げた。よもや殿下の手腕を疑う者がおりましょうか。胸を張って皆に姿を見せてくださいませ。ジョセフ、ありがとう。コルニアの皆にふさわしい王になれるよう努めよう。